はい、どうもエプラチャンネルです。今日はですね、岐阜県各務原市にあります各務原パークブリッジさんにお邪魔してます。この後ろの建物はまさにそれですね。この場所は学びの森と市民公園のちょうど前真ん中間にあります。ここで無料でテントとかを借りて目の前の公園でキャンプみたいにしたりもできます。で、この建物自体は木育施設ですね。木のものでいろいろ遊べるよっていう風で、どう見てもお子様向けなので、今日は特別ゲスト第2回目です。たっくん、はい、たっくん、はい、またたっくんに登場してもらいます。たっくんは途中から僕のことをおっちゃんと呼ぶみたいなのでよろしくお願いします。では早速行ってみましょう。すごい、怖くないの？怖くないの？すごい。めちゃくちゃキラキラだよ。すごい余ったね。余ったね。だからまだ。まだ貼るの？どこにしたの？完成？じゃあ行ってみようか。たっくん、いよいよお昼ご飯の時間がやってきましたよ。で、各務原パークブリッジの中というか、横ですねに橋本バーガーさんというハンバーガー屋さんがありましたので、今日はそちらでランチを取ります。で、目の前の公園に持ってきてランチが食べれますので、すごい、ほらほら超本格的なガッツリハンバーガーです。すごいね。では旗もついてて可愛いね。いただきましょうか。旗全部取って旗取ったら崩れちゃうかもよ。崩れない。で、今このさ映ってる黄色いもの全部ですけど、このテーブルもね、これ全部無料で借りれるんだよね。すごいね。多分買うと、キッズスターも、キッズスターって何？キックスター。あ、キックスターね。さっきやってた子いたね。だから手ぶらで来て本格的なアウトドアキャンプみたいにできます。ポテト美味しい。美味しいね。やっぱこれ借りてよかった。ね。な、中行くの？はい、行ってらっしゃい。みんな聞いた今？みんな聞いた今？おじちゃんからおじいちゃんになってお父さんに進化したよ。でもパパ見たら悲しむよ。孫見せて描けていくよ。